スラスラスラースエチャンネルです。本日紹介するのは新お茶の水駅周辺のカレーの名店でございます。新お茶の水駅ってなんか地味な存在に思うかもしれませんが、地味にこの辺いろんな駅がありまして、東京メトロ千代田線にあるんですけども、北千住寄りの方に JR のお茶の水駅、そして今回降りておりますのは南側の方ですね、都心寄りのところでございまして、ちょっと歩けば小川町駅、都営新宿線や淡路町駅、丸の内線にもつながっていく乗り換え駅となっております。東京の駅事情というのはね、なかなか複雑なところがありますけども、ちょっと歩いたら別の駅とかね、本当によくあるんですけども、まあ丸の内線とか新宿線からのアクセスもいいよってことをね、今回お伝えしました。さあ最初のお店が間もなく見えてきます。はい、こちらでございますね。階段登ってディランさんでございます。カレー屋さんではあるあるとなっておりますワンオペでございます。店主がカレー作ってサービス全部一人でやっておりますのでね、ちょっと気長にお待ちいただければなと思います。ジャンルとしてはね、これインドカレーってなってるんだけども、ちょっとよくわかんないですね。こちらがそのちょっとよくわからないジャンルのカレーでございます。今回はチキンカレーを選択しました。チキンの身がゴロゴロ入っているのはお分かりかなと思います。そして福神漬けなんていうものはなくて、右側にありますのがインドカレーではおなじみのアチャール。インドカレーって言っちゃいましたねやっぱインドカレーでした、これは。はい。ちなみに日替わりで3種類くらいカレー出ておりまして、まあ、2種類楽しみたいよって方、ハーフ&ハーフっていうのもありますのでね、検討してみてはいかがでしょうか。それでは参りましょう。ディランさんの査定は、Cランク20点。久しぶりに出てしまいました C ランクでございます。これはちゃんと話を聞かないとダメですね。すいません、皆さんちょっと話を聞いていただければなと思います。呼びましょう、ロジハラー。いやー、すっごい店に当たってしまったなと思いました。いや、まあ人によっては逆に A ランク70何点みたいな感じで出せるお店かもしれないんですけども、まあその分け目となるところを後でお話しするとして、まあ今回のねカレーの話をまずさせてください。チキンカレーね頼みましたけども、チキンがねゴロゴロ入ってて、まあこれは豪華だなと思ったんですが、チキンの身はしっかりしてんだけども、液状のルーが結構少ないなと思いました。チキンがその水分吸っちゃってる感があるのか、まあそれとも単純に液状のルーの量を誤っているのか知らないんだけども、まあこれだと相当ご飯が余ってしまいますね。まあ、付け合わせのお野菜、アチャールね。まあ、これ自体は確かに美味しいんだけども、野菜で水分がありますから、そんなにご飯のおかずとしてはね、使えないかなと思いますし。ってことを考えると、もう本当にご飯が余ってしまう、最後の方は結構苦痛になってしまうようなカレーだと僕は思いました。で、まあそれだけだったら、別に C ランクにする必要はないと思うんですが、この店の一番難しいポイントは、店主が無口。正直お店入って、あれこれって入っていいお店なのかなってちょっと思ってしまうくらいね、その店主いらっしゃいませとかも当然なくて、いやなんか怖い店だなと思ってしまう。こういうお店で仮に美味しいものが出てきたら、それはそれで粋だなと、職人かたぎ職人肌よ大統領みたいな感じになるわけですなんだけども、今回はあまりちょっと納得のいくものではなかったので、それだとただの気難しいやつってことになってしまいます。そうするとね、やっぱなんか嫌な思いと言いますか、すごいモヤモヤを抱えたままね店を後にすることになってしまうので、正直このお店は賭けです。まあ僕の話を聞いたら多分行きたくなくなる人多いと思うんですけども、逆に行きたいよって思う方は行っていただいて構いません。それは僕は止める権利は何にもないですからね。ちゃんと営業の自由というのが保障されておりますから、別に僕が止めることはないんですが、まあちょっとでもなんかあれ大丈夫かなっていう気がしたらやめた方がいいかなと僕は思います。本当にちょっと悩ましいお店でございました。さあ次のカレー屋さん、気を取り直していきたいと思います。もうこのカレー屋さんには行けなくなってしまいましたね。別の新しいカレーを探しに行きましょう。今これ西の方に歩いております。
右手にねちょっとした神社が現れまして、でまだまっすぐ行きます。これずっとまっすぐ行くと明治大学にぶつかりまして、それをさらに西の方に進めば神保町の駅にたどり着きます。今ねちょっと左の方曲がってしまいましたけども、でも神保町っていう名前が出てきたらもうだんだん想像ついてくるんじゃないですか。古本屋さん、喫茶店、カレー屋さんが集まる街ですよねって。最初新お茶の水なんて言われた時ね、どこやねんって思ったかもしれないけども、だんだんリアリティ出てきたんじゃないかなっていうところで、カレー屋さんに到着。桃の実さんでございます。さっきはカレー百名店だったんですけど、こちらはアジアエスニック百名店という分類になっております。同じインドカレーでもね、なんでこういう差がつくのか僕には全く理解ができません。開店と同時に席が埋まりやすいので気をつけてください。カレー屋さんこの辺ね、だいたい現金しか使えないお店多かったりする中で、こちらはいろんな支払い方法に対応しているのでありがたいですね。今回はランチのチキンカレー。このカレーもね、単品とカレーセットってありまして、カレーセットってするとこんな感じで2色カレーっぽくなります、まあ、ただ左がね、ダル、豆のスープなのであまりご飯には合わないんじゃないかなと思いますね。でそれ以外にアチャールみたいなねおかずもいろいろついてきます。そこにさらに僕はドリンク、デザートセットを頼みました。ドリンクはラッシー。ラッシーの中にもなんかねちょっといろんなの入ってて独特な甘さが出ております。そしてデザートがチャイ、スパイスの効いたミルクティーのプリンでございます。ちょっとイタリアンプリンっぽくみちっとした仕上がりになっております。それでは参りましょう。桃の実さんの査定は、B ランク61点。おっと、こちらも B ランクでございましたか。この61っていう波数よ。これもなんか気になるんだけども、その辺も含めて、じゃああの人呼びましょう。ロジハラー。これはね、正直また心苦しい判断ではあります。さっきと対照的で、こちらの店員さん結構うやうやしいお方でございまして、僕最初入った時テーブル席しかなかったからとりあえずテーブル席座って、でもその後ちょっと足の悪いおばあちゃんを連れた2人組がやってきたんで、まあその人たちがテーブル席に座ることになって、ちょうどカウンターが空いたから僕はその空いたカウンター席に移ると。でその時に、何度も3度くらい多分言われました。いや席移動していただいて大変申し訳ないですね、本当にうやうやしくて、もうそこは優しくてとてもいいなと思ったんですけどもね、まあ、肝心のカレーの査定をさせていただくと、まあ、例えばチキンのその調理、煮込み具合とかはすごくいいなと思いました。一流のカレーらしくふわっとしたところ、ちょっとコリッとしたところもあったりして、味もよく染みてて、美味しいなとなるんです。でも付け合わせのアチャールもあって、あとコーンスープみたいなところもあって、まあ見た目的にもねものすごくいいものなんですけども、ルーがちょっと何の味か分かりにくかったんですね。まあいろんなスパイス効かせていて、結局のそのコクっていうところをうまく感じ取れなかったんですよ。はい。スパイスで味を作るっていうのは多分相当難しいこと。まあランジャタイさんのネタを見た上沼恵美子さんの気持ちに僕はなりましたね。まあ多分このカレーはイリュージョンだと思うんでね、早く僕も志らくさんみたいな感じの感性を手に入れたいところでございますけども、多分アジアエスニック百名店って東京イーストウエストってあって、でそこにカレー百名店でしょ。まあアジアエスニックの中にはブラジルとかベトナムとかカレー関係ないのもあると思うけど、まあその400店舗あるうちの350店舗目くらいに行って初めて価値の分かるお店なのかなと僕は感じました。はい。まあ、一方でラッシーもまずそのヨーグルト自体がものすごく濃厚なんですよね。そこにさらに、間違ってたらごめんなさいなんですけど、フェンネルシード、あのインド料理屋さんとかでたまにレジ横に置いてあるなんか甘い緑のなんか種みたいなやつが入ってんのかな、うん、あれによってその独特な甘みも加わってラッシーはめっちゃうまい。でさらにデザートのチャイプリンもね、あのチャイのスパイシーな部分と紅茶っぽい部分っていうのが凝縮されていて、これもまたうまいなってね思いながら食いました。ラッシーとチャイプリンは絶品っていうところもありましたので、そのラッシーの3点とチャイプリンの3点と、あとまあチキンの煮込み具合の良さっていうところで5点プラスで、基礎点50プラス11で61。
という評価になっております。はい、もうちょっと僕も精進しなきゃいけないかなと思ったランチでございました。さあ最後のお店ちょっと戻りまして、こちらの路地から入っていきたいと思います。するとね、すぐ出てきますよ。ちょっとスタイリッシュなカレー屋さんです。ちゃんとー屋さん。ココナッツカレーなのでタイカレーっぽいかなと思ったんですけども、でもこちらアジアエスニックではなくてカレー百名店です。本当に基準がよくわかりません。スタイリッシュな見た目なんですけども、現金しか使えないので注意してください。その代わりありがたいこととして投資営業なので、3時とか4時とかね、中途半端な時間でもご飯を食べられます。とはいえ3時までに入った方がお得ですね。サラダがついてきます。さらにランチ特別価格でラッシーを注文できます。こちらマンゴーラッシー180円。14種類の具の組み合わせがある中で、今回は一番ベーシックなチキン、ナス、タケノコのちゃんとーやカレーにしました。ちょっと焼きの入ったチキンとナスの短冊切り、そしてタケノコはチンジャオロースに入ってる感じですね。他にもいろんな具材の組み合わせがあって、コンプリートしたいところではありますが、ベーシックなココナッツカリーの味がねどうかですね。さて行きましょう。それでは参りましょう。ちゃんとー屋さんの査定は、A ランク70点。やっと A ランクが出ました。よかった、この動画ちゃんと締まりますね。はい、ということで解説聞いていきましょう。せー。まあ一応ね、タイカレーとなっておりまして、外からものすごくタイカレーの匂いはしてくるんですよ。でも実際に食べてみると、まあ、そこまでタイ独特の感じっていうのはなくて、まあ、食べやすい日本人向けのカレーに仕上がっているかなと思います。まあ、タイカレーあまり経験値のない人、ちょっと癖のあるものが苦手な人でも食べれるかなという感じでございますね。まあ別にタイカレー苦手な人が積極的に行くようなお店ではないと思うんですけども。はい。で、まあココナッツのまろやかさっていうところだけをね、うまく押し出せていたかなと思います。全体的にまあ濃厚な仕上がりにもなっていたので、満足度は高いかなと思います。で、具材もね、いろんな種類があるっていうのはまず面白いところですし、で、今回僕が選んだチキンなんですけども、焼きが入ってるんですよね。完全なボイルチキンって感じではなくて、焼きを入れることで少し香ばしさが加わる。でも焼きすぎていないから、ちゃんと身のふわっとしてる感じもある。うまいバランスをとっているなと思いました。ただ、ちょっと2点だけ、70点で止まってしまった理由として、まず、ナスですね。ナスはスライスして入ってるんですけども、それだとナスの良さっていうのを生かせてないかなと思うので、まあ大きめなカット、乱切りみたいにして、でちょっとカレーのルーが染み込む感じにする。で、そのナスのトロッとした感じと水分を吸うことによって旨味を足すっていうね、これがナスの面白いところだと思うのでね、ちゃんと活かしてほしいのと、あとラッシーが、まあ、さっきのお店と比べたら圧倒的に薄いんですよね。氷とか入ってるからだんだん水で薄まっちゃって残念だなと思ってしまったので、そこはまあ多分もうちょっとお金かけないといけないのかなと思うんですけどね、だけ改善するともっといいかなと思います。いずれにしてもね、他の具材のパターンもありますので、これは何回か通いたくなってしまうタイプのカレー屋さんでございますね。良かったと思います。はい、ということでカレーやってきました。まあまたまた大波乱の展開でございましたけども、まあ、ちょっと僕のこのねカレーの評価とか見てると、神保町カレー査定のあの2本目のやつとか考えてみたんですけども、多分僕って結構個人経営、特にワンオペの店に厳しいよなって、味的にもやっぱちょっとなんか僕はあまりいいものを感じなくて、チームプレイでやってるカレー屋さんの方結構高評価にしてる傾向にありますね。やっぱカレーっていうのはみんなで作るものなんですねとかって話をしてると、飯盒炊爨を思い出した。中学の時も高校の時もやりました。班に分かれてね作りましたね。あれでどこが一番美味しかったなんて決めるってやりましたけど、変わるかって正直思いますよね。カレーのルート
とか全部同じだし、用意されてる野菜も全部同じだし、多分野菜の中のいいやつ引いたもの勝ちみたいなのがありますよね。なんか自由に具材持ってっていいんだったら、僕はもうそのナス乱切りにしたりとか、ピーマン持ってきたりとかしますし、多分スパイスガラムマサラとか買ってね、いっぱい入れちゃい入れちゃえてね、まあ、それはハンデの共同作業ではないです。ただの僕の暴走になってしまうんでね、まあ、皆さんほどほどに飯盒炊爨やっていただければなと思います。はい、何の話でしょうかということで、でそろそろあれを出そうかなと思っております。そうです、東日本パスで行く盛岡秋田の旅ね、どっかの動画で予告してましたけども、そろそろ出し時かなと思いますのでね、そちらの方もぜひお楽しみにということで、高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。